ラルース百科事典、ラルース百科事典は、フランスの代表的な百科事典である。創始者は、文法学者のピエール・ラルースであり、彼は1852年に、ラルース書店を創立した。そのため、ラルース書店によって刊行されている。百科事典ではあるが、辞典的な事項を加味した、小項目主義が特色である。現在、20世紀ラルースや、百科大、 ラルース、参巻カラーラルース、小ラルースなどが存在。ピエール・ラルースは1850年にフランス語辞典を出版。これが好評であったため、1952年に友人と共にラルース書店を設立し、国語の教科書や文法書などに新たな工夫を盛り込んだものなどを発行して人気を集めた。彼はこれをもとに国民教育的発想から、 百科事典の大衆化を計画。自身の経験を生かし、小項目主義で図版を多く使用した19世紀世界百科事典を観光し、完成する1年前に、ラルース自身は聖居となったものの、後継者によりその意志が受け継がれ、現在に至るまでの発展の基礎を築いた。ラルース百科事典の代表的なものは、第二次世界大戦後に出版された。 オーラルース百科事典と大百科事典の2種の新改訂版である。大ラルース百科事典は、全10巻と、ホイ2巻で小項目主義となっており、収録項目は16万5000。総画や写真、地図などを多く使用し、簡潔な記述となっているのが特徴。1982年からは、また新たに改訂版が編集されている。大百科事典は、 20巻と作品及びホイで構成され知識を総合的または評価的に知らせることが趣旨である。第ラルース百科事典とは対照的に大項目主義となっており収録項目の数は8000と少ないもののそれらの項目に関連した重要事項を掲載し体系的に解説や総画地図や年表等もより大きく楽しいものとなっている。 学際的な知識や最新の学問の水準などを伝えるために、項目の執筆人も国立科学研究センターの研究者を中心とし、協力者を広く募集している。人名項目も同じシステム。ありがとうございます。